彼は言う、マラソンは楽しいと。たとえ誰に止められようとも、何度つまずいても、その気持ちだけは揺るがない。日本マラソン界に革命を起こす市民ランナーの星、川内のギアは一体いくつあるんだ。川内優輝を教えてほしい。仕事とマラソンの両立にこだわる、その真意を。はい、笠部高校です。教えてほしい。マラソンの常識を捨て去った、その理由を。自分自身の可能性は無限大あるんだと。教えてほしい。かつてあなたの心に救った闇を。こんなに頑張ってこれでどうやって努力すればいいんだというような。川内優輝が全てをさらけ出した。今年3月、人々が日常の疲れを癒す週末、1週間の仕事を終えた川内は韓国に到着した。翌日に控えたソウル国際マラソンに出場するためだ。日本の川内優輝。川内にとって韓国は2年前初めて日の丸を背負った場所、世界を目指す原点だ。なんとかまたいい思い出を残したいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。だが滞在期間は3日。レース翌日には帰国し、そのまま職場に直行する。この強行スケジュールを川内は文武両道と表現した。まあ、文武両道というのは、まあ、結構、まあ、最近はあまりどっちかに集中しないと、まあ、中途半端という人は多いんですけれど、まあ、そうじゃなくて、やはりそういうのがやっぱり お互いもともとそのスポーツの本来のあり方だというふうに思いますし、やっぱり両方がやりながら高めていくというのが、まあ、いいのではないかというふうに、まあ、自分は思っているので、そうした意味で、まあ、そうしたランナーの姿というのを、まあ、両方の国に見せていきたいなというふうに思っています。アジア有数の高速レースとして知られるこの大会、今年もワールドクラスのアフリカ勢が集結した。川内の狙いはただ一つ、彼らと競り合い2時間7分台の自己ベストを更新することだ。レースは序盤からハイペースで進んだ。そして中盤に差し掛かる頃、アフリカ勢以外で先頭グループに残っていたのは川内ただ一人。過酷なサバイバルレース、川内は必死に食らいつく。世界と戦う市民ランナーとして川内は韓国でも話題になっている。ひたむきに粘り抜く姿を地元のテレビカメラは何度も捉えた。アフリカ勢と互角以上に渡り合い、川内は自己ベストで4位入賞。2ヶ月連続で2時間8分台をマークした初めての日本人となった。しかし快挙を達成しても川内はうなだれ、何度も首を振った。2時間7分台という目標をクリアできなかった自分への憤り。悔しいです。今日は7分台狙える十分ペースだったのに、30キロ過ぎから急にきつかってしまって、本当もったいないラスト 12.1 キロです。
そんな川内に地元韓国の記者から質問が飛んだ。例えば公務員からですね、もうランナーだけに転換するというお考えはないんですか。今のところはないです。やはりこうしたスタイルでも特に不満はないですし、このスタイル伸びるところを日本の人にも韓国の人にも見せていきたいなというふうに思ってます。埼玉県立春日部高校、この学校の事務職について川内は今年で5年目を迎える。はい、春日部高校です。市民ランナーの星は今や学校一の人気者だ。定時制を担当し、夜の9時半を回った頃にようやく仕事は終わる。家着くの何時ぐらいですか。家着くの 10時20分とかそのぐらいですかね。で、寝れるの。寝るのは11時から11時半の間には寝るようにはしてます。限られた時間の中で川内はどんなトレーニングを行い、日本トップクラスのマラソンランナーへと成長したのだろうか。平日の練習量は極端に少ない。朝7時に起きると自宅周辺をゆったりとしたペースで走る。それが全てだ。休日は同じ市民ランナーたちとの合同練習。公園のランニングコースで人混みをかき分けながら走る。実業団のトップランナーと比べ練習量は半分。残りの半分を補うために達した結論がある。常識を打ち破ることだった。一応あそこの山のてっぺんまで行くということになっていますので。例えば急勾配の登山道を駆け巡るトレイルラン、脚力をつけるのにはもってこいのトレーニングだ。しかし多くのトップランナーたちは怪我を恐れて敬遠している。昔はきっとこういう練習やってたと思うんですよ。だんだんやっぱり科学的トレーニングとかっていう方に走ってそれやらなくなってきたと思うので、意外と昔のトレーニングっていうのはすごい見直されるべきなんじゃないかなと最近思います。非常識なようでかつての常識なんですね。はい。さらに食生活の管理もやめた。あるじゃん。はい。食べたいものを我慢するみたいなことはしない。ことはあまりしないですね。以前は結構よくしたんですけど、しても逆に調子崩したりとかストレス溜まったりとかよくなかったので、それだったらまあその分走った方がいいなというふうに思いまして、好きなもの食べてその分走るというのがスタンスですね。で、一気に 1kg とか 1kg 単位とかで管理する人いますけど、そのことは神経持たないですからね。もともと川内は大食感だ。この日も山のように盛られたラーメンを当たり前のようにスープの最後一滴まで飲み干した。学生の時よりも胃が小さかった。そして川内がマラソン界の革命児と呼ばれる最大の理由、それは出場するレースの数にある。日本のトップランナーがマラソンを走るのは1年間に多くて2回。しかし川内は去年実に9回フルマラソンに出場した。これに駅伝やハーフマラソンを加えるとシーズン中はほぼ毎週のようにレースに出続けたことになる。この川内のこの2週間後のレース、どう目に映りますか。いや、やはり常識的には考えられないですね。非常識と呼ばれる川内式、その狙いとは。普段競る相手はいないので、なかなかその強度の高い練習というのができないので、
強い選手が集まってくる大会を利用して、その強度の高い練習をするというのが、やはり一番のメリットだと思っています。練習では決して味わえない、試合でのハイレベルな競り合い、それをトレーニングの一環としている。その試みはマラソン界に新たな風を吹き込んだ。今必死の競争でフィニッシュ。やっぱり川内強かった。レースを制したのは最強市民ランナー川内優輝でした。みんなが思ってることだと思いますが、わずか2週間、どこにそんなパワーがあるんでしょうか。いやもう本当になんていうか、マラソンが好きというか、まあ、その好きだからやっているということが、まあ自分の全てのモチベーションなので、やっぱり本当にここに多くいらっしゃる市民ランナーの皆さんと同じで、僕も走ることは大好きなので、それが本当にモチベーションになっているというふうに思います。しかし我々は知らなかった。かつて川内の心を覆っていた闇を、そして恵まれた環境を拒んでまで市民ランナーとして走り続ける本当の理由を。それは珍しい光景だった。お疲れ様です。よろしくお願いします。地元埼玉のラジオ番組で実現したボクシング世界チャンピオン内山隆と川内との異色の対談。川内がトーク番組に出演することも異例だった。春日部市を共通点に二人のトークは弾む。はい、ウーテックス歌いますか。あ、歌いますね。もう3回ぐらい連続で歌ってます。川内さんは子供の頃ってどんな性格でした。そうですね、まあ今よりもかなり真面目で、はい、今よりもだいぶ おとなしくやってたり。いやもう今は全然不真面目なんですけど。そして問われるままに川内は自ら歩んできた波乱の競技人生を語り始めた。実際陸上を始めようと思ったきっかけっていうのはどういったところだったんですか。そうですね、それは小学校1年生の時に両親に勧められて大会に出まして、大会に出たら意外とまあまあな一桁ぐらいの順位で来たので、それでこれなら練習すれば速くなるということで、もう毎日夕方に親と練習するようになりました。野球やサッカーは不得意だった。ただコツコツやることには自信があった。やった分だけ結果が出る陸上競技に川内はのめり込み、それは高校進学の際の決め手にもなったという。春日部東高校、はい、この学校を選んだ理由というのはどういったものだったんですか。そうですね、中学3年生の時に県の駅伝が放映されていまして、ずっと2年ぐらい行こうと思っていた高校が出ていなくて、春日部東高校の方が関東高校駅伝の方の出場を決めていて、こんなに強い駅伝の高校が近くにあるんだったらこの高校にしようかとちょっと思いまして、2日間ぐらい悩んで、でも変えました。県内でも有数の陸上強豪校春日部東、ここで力をつけ箱根駅伝常連の有名大学へ進学する、そんな夢を抱いていた。しかしその夢を奪い去ったのが度重なる故障だった。高校2年の1月に駅伝を走ってから足がおかしくなりまして、はい、それでもうそれから1年間ぐらいもう高3の間はほとんど断続的に怪我と復帰を繰り返して、でそれでまあ本当にもうこのまま自分は痛みなく走れないんじゃないだろうかとか、もう違和感とか痛みはもう消えないんじゃないかとか思ってしまいまして、もう本当にずっと悔しい思い抱きながら、なんというかもう周りのメンバーはああやって走っているけれど自分自身は歩くことしかできない、また筋トレしかできない、まあそうした中で本当になんて怪我っていうのは嫌なことなんだろうかと思いましたし、また自分はこんなに頑張っているのにお前なんでまた怪我するんだというふうに怒られる、また周りからもお前なんで走れないのというふうに言われる、まあこんだけ頑張ってこれ以上どうやって努力すればいいんだというような。当時の練習日誌に記されていたのは追い詰められた少年の悲痛な叫び。怪我はもう嫌だ、辛い、
苦しい、走りたい、叫びはやがて自らを呪う言葉へ。俺は何なんだろう、人間のクズ、俺の人生って何だったのかな。自分が一体何のために走ってるのかもよく分かってなかったですし、こんなに苦しい思いして何やってるんだろうというような、本当に苦しい苦しい時期で、それがまあやっぱ一つの転機となって、そのまあそういう箱根駅伝の強豪大学に行くんじゃなくて、もう僕は大学行ったら楽しく陸上やろうというふうに思いました。この決断こそがやがて心の闇に光を差し込むこととなる。進学したのは箱根駅伝とは無縁の学習院大学。負荷の高い練習は週に2回、あとはジョギングだけ。現在行っているトレーニング方式とはここで出会った。高校の時は毎朝朝練やっていたのに、大学入ってからもう朝練もやらなくなって、1日1回の練習になって、もう今に限りなく近いスタイルで、怪我のその悪循環からようやく断ち切れて、はい、本当にまあいい4年間だったなというふうに思っています。痛みから解放された川内は着実に力を伸ばしていった。そして楽しみながら走ることで、一度は諦めた夢をも手繰り寄せた。選抜チームの一員として箱根駅伝に出場。強豪校のエリートを相手に区間3位と健闘した。そんな学生生活の中で川内には一つだけ悔やんでいることがある。その辛い時ばっかり見てもらって、そのいいところっていうのを見しないと。そうなんですよ。市民ランナーの星川内優輝には悔やんでも悔やみきれない思いがある。父足尾さんがこの世を去ったのは高校3年生の時。怪我で失意の日々を送っていたあの頃だった。本当にもうどん底でしたね。もう怪我も治っていなかったですし、で本当に大学進学喜んでくれていて、でまあ、本当に僕は大学行ってから箱根に帰りたいとか、あとまあ今みたいなこういう結果を残せたので、本当にまあ父親にこういう姿見せたかったなっていうのはありましたし、ここまでは本当県大会止まりの選手で、全然インターハイなんて手も届かないような選手だったので、まあ、あともう何年か早くこういう結果出してれば、もうちょっと親孝行できたのになっていうのはいつも思ってます、ね、やっぱり自分がちょっとこう成長したとか、走ってこう上位になってるとか、やっぱレースで勝った姿、例えば見てもらいたいってやっぱありますよね。ありましたね。やっぱりそういう辛い時に耐えてくれていたので、まあ、本当にそういう辛い時ばっかり見てもらって、そのいいところっていうのを見しないから。そうなんですよ。そうなんだよね。そして4月から新生活を始める人へメッセージを求められた川内は、はい、そして川内さん、はい、そうですね。やっぱり自分でその常識ってものを決めつけずに、やっぱり常識が本当に常識なのかどうか、自分自身でその挑戦する心っていうのを持っていけば、きっと人間ってのは進化していくと思いますし、そうすれば自分自身の可能性っていうものがどんどん広がっていくと思うので、絶対自分自身で常識を決めてしまって狭い枠内でその縮こまってしまうんではなくて、もう本当に自分自身の可能性は無限大なんだと、そしてもういろんなことに挑戦してほしいなというふうに思います。はい、楽しい。エリートが集う実業団からの誘いを断り、自ら選んだ市民ランナーという人生。市民ランナーの仲間と走っているのは楽しくて、これがやっぱり自分が望んでいた陸上なんだなと思って、今自分は十数年陸上やってきて、ようやく自分がやりたかった陸上にたどり着けたなというふうにすごく思っていて、楽しさとその強さというのは十分両立可能なことなんじゃないかなと今では思っています。はい、チーズ。市民ランナーに勇気をありがとう。あ、いえ、ありがとうございます。楽しさと強さの両立、その言葉に偽りはなかった。実業団の強豪選手を次々と撃破。
力がありながらそれを持て余すエリートランナーたち。川内は彼らにあえて痛烈な言葉を投げかけた。その駅伝を中心にやっていてマラソンを負けに考えているランナーには負けたくないですし、やはりマラソンを中心にやってきたという、まあ、自負はありますので。その思いの全てを体現したレースがある。今年2月別府大分毎日マラソン。川内のライバルはロンドンオリンピック6位入賞の中本健太郎。このレースに向け半年かけて準備してきた。一方川内は半月前にエジプトでフルマラソンを走ったばかり。マラソン史上に残る壮絶なデッドヒートの幕が上がった。今年2月の別府大分毎日マラソンはこの2人のマッチレースとなった。おお、2人が出た。2人が出ました。マッチレース、ボートバイクです、川内がスパートです、28キロです。ついています。川内が出ました。28キロ地点で川内が仕掛ける歴史に残る壮絶なデッドヒートはここから始まった。顔を歪める川内とポーカーフェイスの中本、息遣いにも差が現れる。33キロ地点で水を取った川内。ついてます。さすが中本、全くここも表情が変わりません。いやー、お互いに。そして内側から中本がまた抜き返そうとしています、あー、来てますね。2度目のスパートも中本には通じない。川内は仕掛け続ける。36キロ過ぎ、お、川内ここに行く、行きます、上りの前です。一旦3度目のギアチェンジ、行きます、上りを使います。マラソンで最もきついと言われる35キロを超え、しかも上り坂での3度目のスパート。そして上りを使う、僕は坂です。公言通りでしたが、それほど差はないか。捨て身のスパートだった。だが中本は離れない。それにしても仕掛ける方も仕掛けられてついてく方も見事ですね、2人ともね。今度は下りです。今度は下り坂にかかります。下りでまたギアを上げているのか。いやー、川内のギアは一体いくつ合うんだ。また差が広がります。4度目の仕掛けです。今度は下り坂です。まさにガンガン下って引き離そうとしました。中本が前に出ました。出ましたね。37キロ過ぎ地点を過ぎて前に出ました。さらに歪む川内の表情。勝負あったと誰もが思った。それがこれまで何度も繰り返されたマラソンの常識だから。しかし川内にとって常識は破るもの。川内が少しインコースに入った。川内インコースに入った。並びます。川内5回目の仕掛け。さあ、ここで給水を取って前に出た。給水を使った。中本は取りません。実業団よ、学生よ、全てのランナーよ、伝えたいことがある。常識にとらわれていないか。可能性を狭めていないか。挑戦をやめていないか。そして走ることは楽しいか。
川内優輝、座右の銘は現状打破。常識を疑い、常識を打ち破ってきた男、その進化は未だ道半ば。